インコースから1番、2番、3番、6番、4番、5番の体型です。予選競争第7レーススタートしました。ここはほぼ横一線のスタートになりまして、1マークに向かっていきます。三宅潤が先手を取って、2コースから2号艇の池田1マークに行った。3号艇も外を待って、4号艇まくり出していくムーターショーター。内側には6番5番が旋回しバックへ入りました。先頭争いですが、1号艇の三宅踏ん張っている。2番手争いが野添対ムタ、その後ろが2号艇5号艇3号艇続いて2マークに向かっていきます。第7レーススタート正常。2マークは1号艇三宅潤がトップ旋回です。外から6号艇の野添が握って続いていく。そして4号艇も握っていったムタ内太、おっと一定アクシデント。3号艇はギリギリのところで右に避けました。これはファインプレー。先頭は1号艇の三宅、2番手が6号艇野添、3番手は4番と5番が広がった状態で2周1マークの旋回に向かいます。2番手はセンター6号艇の野添、4号艇握って続いていきました。お知らせです。2号艇の池田雄一失格となりました。1番、2番、3番、5番、6番、ダッシュが4番です。予選競争7レーススタートしました。6コース、そして5コース、この2人はやばい。特に大外6コースは完全に行ってしまった。ギリギリなのが6号艇、1マーク3号艇がまくり出していきまして、バックストレッチへ入っていきました。現在スタート判定中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないようお願いいたします。先頭争いは3号艇と5号艇が並んだ状態で2マークへと向かっていきます。お知らせいたします。4番と6番、4号艇の横川光也、6号艇今泉和則、2人がフライング変換欠場です。4番と6番に関する投票権が全て変換になります。したがって残る艇インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。一般戦の第8レーススタートしました。花を切ったのは2コースの2号艇の中島達也、しかし1マークは1号艇の伊藤が先に回ります。中島達也が引いていく、いや握っていきました。5号艇が内側へまくり出していきました。6号艇これに続いて懐に3番4番旋回してバックへ入っています。伊藤の内側ガツンと思い切り接触して5号艇投げ出されてしまった。非常に危ないシーンでした。先頭は1号艇現在伊藤正義、なおスタートは前提正常でした。6号艇の外を待っていきました2号艇の中島達也、内側には4番3番が旋回しています。今先頭で1号艇の伊藤がスリット前を通過しました。お知らせいたします。このレースは1号艇伊藤正義は妨害失格です。1番妨害失格です。そして5号艇加藤啓太失格となりました。中村、森、小森、池田、坂井田、横川の進入です。一般戦第9レーススタートしました。 1,3,4,5 号艇、おっと5号艇坂井田先生しましたが、これは早すぎました。坂井田スタートは判定中です。お知らせいたします。5号艇の坂井田フライング変換欠場です。5番に関する投票権は全て変換となります。ボートレース浜田港今回祭は東海地区と近畿地区のレーサーの激突でした。地区対抗第3戦として行われたサンケイスポーツ杯、いよいよ競争水面はシリーズファイナルです。第12レース優勝戦を迎えます。1号艇には河合勇樹、2号艇湯川浩二、3号艇には桐本康富、4号艇藤田康弘、5号艇野中一平、そして6号艇茂木照彦です。地元2人、銀河系2人、そして初優勝を目指す2人という対戦となったこの優勝戦。絶好枠で登場が地元の河合勇樹、前走地のフライングも何のその、ここはしっかりと踏み込んで先に待っての押し切りに期待といったファンの方も多いのではないでしょうか。一番人気のされています。さあ銀河系の2人が並んでいます。湯川浩二、そして桐本康美、スタートでプレッシャーを与えつつ、ここはさばいていきたいところでしょうか。外枠3艇も定番通りの進入で、こちらも地元藤田康弘。予選道中は手堅い立ち回りが光った4号艇の藤田が4角、そして5コース6コース野中一平、そして茂木照彦、外から一発を狙うこの2人、アウトからでも侮れません。第12レースの優勝戦は枠番通りの3対3ですんなりと並びとスタイル固まりました。ほんのわずかな向かい風気味でしょうか。
朝の時点に比べると向かい風は弱まっています。サンケイスポーツ杯の優勝戦、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。サンケイスポーツ杯優勝戦12レーススタートしました。2、3、5号艇ゆかま、そして桐本野中が先行しました。なんとか先に回りたい河合ですが、叩いていく2号艇ゆかま、こうなると絶好の、おっと河合が端幕に激突、乗り上げて、おー、これはひどいアクシデントになってしまった。現在残っているのは偶数の3艇、2番、4番、6番、後ろでは奇数号艇の3艇がアクシデントとなっています。なおスタートは前提正常でした。お知らせいたします。このレース1号艇の河合勇樹が妨害失格、そして3番と5番、桐本康富、そして野中一平が失格となりました。先頭が2号艇の湯川浩二で、2番手が今6号艇の刺激、そして4号艇ですがスピードが落ちてしまいまして、構想にまた戻れるかどうか、かなりスローペースになっていまして、大丈夫でしょうか。現在構想しているのは2番6番、お知らせいたします。4号艇の藤田康弘も失格となりました。従いまして権利を残す選手が2人ということになりましたので、ここは不成立となるクナケンが存在しますので、お手持ちの投票券は絶対にお捨てになりませんようにお願いします。そして確定後のご案内放送をぜひ聞いて、払い戻ししていただきたいと思います。先頭が2号艇の湯川、今最終周回に入っていきました。2番手が6号艇の刺激と、結局このレースは2人だけの完走とこのままならばなってしまいそうです。1号艇の河合勇樹が妨害失格、そして3番4番5番桐本藤田そして野中が失格となっています。今日の開催の最終日は後半戦に入ってからいろいろなことが起こりましたが、優勝戦まさかの2艇完走ということになりそうです。先頭が2号艇の湯川浩二、まもなく最後のホームストレッチへ帰ってくるところです。2番手が6号艇の刺激、不成立になる船券があります。絶対に投票券はお捨てになりませんようにお願いいたします。サンケイスポーツ杯の優勝戦はまもなくゴールインです。先頭は2番の湯川ゴールイン、そして2着、これがラストです。6番の刺激五輪。